9月の壁面飾りを折り紙のうさぎ、クレヨンで描いたススキ、切り紙の桔梗を使って作りました。うさぎの作り方は耳ふっくらうさぎ、桔梗の作り方は型紙で簡単と、つぼみと葉付き桔梗をご覧ください。今回使った台紙は120cm×120cm の藍色の画用紙です。そこにお月様と折り紙のうさぎを置いて大体の配置を決めます。黄緑色のクレヨンでススキの茎を長く描きます。下の方には葉や下草を描きます。ススキの穂先は黄土色のクレヨンで描きます。この上に作っておいた桔梗を置いていきます。位置が決まったら花の真ん中の台紙とつぼみの根元にボンドをつけて貼り付けます。うさぎは開いた内側のところと耳の後ろ、背中の部分にボンドをつけて貼ると立体的になります。下の方は桔梗の花が重なり合うようにして咲き乱れ、中ほどはススキの穂が風になびき、その上をうさぎたちが跳ねているように飾りました。ススキの描き方やパーツの配置でどんな大きさの壁面にも合わせて飾ることができます。虫の声が聞こえてきそうな落ち着いた雰囲気の壁面飾りです。